しかし、さてこれで、さて。今は出る。そう。私これ よペトラ、最近鍛錬の調子はどうだ？問題ありません。私調子普通です。そうか、まあ悪くなってなきゃいいよな。あの話聞いたか？先生がさ、また無茶をした。カスパル。うわ！おい、この件なんで？あなた父の仇、その子供だから殺します。仇討つです。なんでだよ！お前気にしないって嘘だったのかよ！あなた楽天的おかしいです。憎さない、ありえません。私父殺されました。帝国、しかもあなたの父、手下した。この件あなた貫きます。それ私願いの片方です。願いの片方？どういうことだよそれ。願いもう一つあります。私あなた仲間を思います。共に戦う、生き延びる願いです。自分の父、怒って話笑うあなた許せません。しかし誰より必死努力する、あなた殺すできません。私そっか、
憎いけど、それでも俺のことちゃんと仲間だって思ってくれるんだな。その件、まだ俺を刺さないってことは、俺と一緒に生き延びる願いの方が強いって、そう信じていいんだよな、ペトラ。そうかもしれません。私、あなたを失いたくないです。だったら俺も同じだ。お前と殺し合うなんてごめんだ。俺、難しいことわかんねえし、多分逆の立場だったらお前のことを憎んで許せなかったと思う。そんで今度は俺が憎まれるようになる。コスパル。だけどお前はそうじゃねえ。俺のこと仲間だって認めてくれた。一緒に戦って一緒に生き残りたいって言ってくれた。本当にすげえやつだ。お前のその言葉に俺も応えるよ。俺を殺さないでよかったって思わせる。絶対だ。誓うぜ、ペトラ。ありがとうございます。あなたの誓い、嬉しく思います。ずっと心の壁感じて。いいえ、私作っていました、きっと。けれども、これから全て伝えます。悲しみ、憎しみ、喜び、愛おしさ、全て。おう、俺も本音で語り合うぜ、お前と。そうね。ん？どうだ？何かようか？また来てくれ。これでさて、けど、ちょっといいかしら。助かるわ。相談っていうのはね、これなんだけど。養父からの手紙なの。ついこの間届いたのよ。あら、やだ、まだ話していなかったかしら。私を士官学校に入れた人なんだけど、言ってしまえば私の紋章を利用するために私を教会から引き取った人ね。そうそう、断絶した家の紋章を持った私を利用して貴族に成り上がりたいみたい。今は王都に居を構えているけれど、私を引き取る前は各地を巡る商人だったそうよ。とにかく
欲の深い人で、この手紙は有力貴族との縁談があるっていう話でね。はあ、本当に戦争が始まったっていうのに、のんきなものよね。それでね、この縁談なんだけど、なんて返事をしたらいいかと思って。そうね、それも仕方ないとは思うわ。だけどもしここで流されてしまったら、絶対にいつか後悔すると思うのよね。断ろうって心は決まっているのだけど、なかなか踏ん切りがつかなくって。前に話したかもしれないけれど、私教会で働きたいのよね。教会じゃなくても構わないわ。人の役に立つ仕事なら教師でもお医者様でも。だけど貴族のお嫁さんになってしまったら、そういうのって少し難しいと思うのね。私これまでずっと誰かの意志に流されるまま生きてきたわ。全ては女神様のおぼしめしなのだと、そう自分に言い聞かせて、ごまかして。養父が私を教会から引き取った時も、士官学校に入れられた時もそうだったわ。初めて自分で自分の道を選んだのはこの戦争に身を投じた時だったわね。もちろん養父には反対されたけれど、なんとか丸め込んでここへ来られたわ。だけど決別まではできなかった。まだ手紙が来るのがその証拠ね。私養父が怖いわけじゃないのよ。それよりももっと怖いものがあるの。すごいわ、やっぱり先生は何でもお見通しなのね。で、相談っていうのはね、先生に一言背中を押してもらいたかったの。手紙の返事を書こうとしたけれど、養父に決別を伝える勇気が出なくて。それはまずいわよ。勝手に話を進められたら困っちゃうし。だけどそれくらいの気持ちでいないと、決別なんてとてもできないわよね。なんだか今なら返事をかけそうな気がしてきたわ。私には心に決めた生き方があるので、その縁談はなかったことにって。ついでに心に決めた人もいるって書いちゃおうかしら。あら、もちろんあなたのことよ。嫌だった？なんちゃって冗談よ。私勇気を出してみるわ。あなたのおかげで一歩踏み出せそうな気がするの。Thank you.
先生、ただの疲労です。体力不足でした。はい、問題ないです。心配かけました。このような時倒れて本当ごめんなさい。先生、気遣い注意するくれました。私聞かないでしたから。私の話聞く願いますか。先生気づいているかもしれませんが、私フォドラ来た理由、留学違います。帝国の人質でした。ブリギット反抗させない目的の。私の喉元刃突きつけ、私の祖父帝国言うこと聞かせました。人質ですから負けるいけません。命失わず戦い勝ちます。私ブリギットの立場良くし、帝国対等の関係築きます。それこそ一族の、私の祖父ブリギット王の願いです。私の願いですか。わかりません。一族の願い叶える、それ私の願いいけませんか。本当の願い、わかりました。いえ、わかりません。わからないことをわかりました。だからこの戦争終わるまで何か掴んでみせます。必ずです。私は、ええ、下がる者は必ず撃つ。Thank you.
なたの死も無駄にはしない。これも波動を敷くため。みんな、規制を上げなさい。これも波動を敷くため。立ち下がる者は これも波動を。私が負けるわ。私その もう10年になる。そろそろ吹っ切ってもいいか。いや、愚問だった。お前の答えは分かっている。少し思っていただけだ。ずっと昔に死んだやつもな。気になるか？まあ戦友だよ。ラグザの傭兵時代の10年前の帝国軍との戦争で会えなく死んだやつさ。最近よく思い出すんだ。ああ、あんたのせいだ。
いや、厳密にはあんたのせいじゃないが、あんたがあいつに似ているからだな。なんというか雰囲気がそっくりなんだよ。喋り方も、あんたはフォドラ、あいつはダグザの言葉を話していたってのに、不思議と同じに感じる。なぜかは知らんが、おかげで私はいつも失った過去を懐かしんでいるよ。謝るな。あんたは悪くないだろう。いい年して乙女みたいに思い出に浸っている私の方が問題だ。だが何事も初めては記憶に残りやすいもんだろう。やれやれ、この話はやめよう。過去じゃなく未来の話でもするか。あんたの居場所はすでにそこと定まっている気がするが、私はどこで何をするやら。まあ、ダグザを出てブリギットをたどり、フォドラを渡り歩いてここまで来た。どこへ行こうとそれなりにやっていける気がするよ。感謝する。正解。Bye.